キャメロン・クレーグ・ミコライウは、アメリカ合衆国モンタナ州ウルフポイント出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。2003年、MLB ドラフト46巡目で、セントルイス・カージナルスから指名されるも拒否。2006年の MLB ドラフト18巡目で、シアトル・マリナーズから指名。6月11日に入団すると、参加のルーキーリーグチームへ配属された。 当時のチームメイトにカルロス・ペゲイロがいる。2008年2月8日、エリック・ベダードとのトレードでアダム・ジョーンズ、ジョージ・シェリル、クリス・ティルマンらとボルチモア・オリオールズに移籍。この時、後に広島東洋カープでチームメイトとなる原福岡ソフトバンクホークス、所属のデニス・サファテとチームメイトだった。同年8月20日のボストン・レッドソックス戦でメジャーデビュー。 6点リードの8回表から3番手として登板し、1回を投げ3安打1失点に脱三振だった。なお、キャメロンというファーストネームを持つメジャーリーガーは福岡ソフトバンクホークスでもプレーしたキャメロンローに次いで、ミコライオが史上2人目である。2010年12月6日にトレードでデビッド・ヘルナンデスと共にアリゾナ・ダイヤモンドバックスへ移籍。 2011年11月7日に放出され、11月12日に、広島東洋カープが獲得を発表した。広島時代2012年序盤は、セットアッパーを務めたが、ベニス・サファテの不調により、クローザーに回り、21セーブを上げた。2013年はクローザーに定着し、27セーブを上げた。なお、この年のクライマックスシリーズファーストステージ第2戦では、 檜山マ慎郎に2点本塁打を被弾している。檜山にとってはこの本塁打が現役最後の打席になった。2014年シーズン途中と終盤チームを離脱しながら25セーブを挙げるも1点差を守りきれない場面も目立った。12月2日自由契約公示された。2014年12月6日に東北楽天ゴールデンイーグルスと1年契約で合意したことが 球団から発表された。推定年俸は、出来高分を含めて1億5000万円で、背番号は43。2015年、大久保博志元新監督による戦力構想の下で、広島時代に続いて、クローザーを務めることを予定していた。しかし、3月のオープン戦終盤に、追患板ヘルニアを発症。その後の診断で全治に3ヶ月を要することが、 判明したため、大久保は先発要員からセットアッパーへの転向を予定していた高卒2年目の松井裕樹を急遽クローザーに抜擢した。ミコライオ自身はリハビリを経て7月22日にイースタンリーグ公式戦で実戦に復帰。一軍公式戦での登板には至らなかったがシーズン終了後の11月には1年契約でチームに残留することが決まった。 2016年、松井が前年にクローザーとして活躍したことを背景に、梨が正隆新監督のもとでセットアッパーに転向。4月30日の対オリックスバファローズ戦で遺跡後初の一軍公式戦当番を果たした。以降も勝利の方程式の一角を担いながら45試合に当番すると5勝1敗23ホールドをマーク。シーズン途中からは、 ペゲーロと再びチームメイトになった。ペゲーロはそのままチームに残留したものの、ミコライオ自身は残留の条件をめぐって、球団との合意に至らなかったため、12月2日に NPB から自由契約選手として公示された。2017年5月10日にミネソタツインズとマイナー契約。トリプル a 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。2018年は、 所属球団なく2019年4月23日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約6試合に登板後5月19日に現役引退を表明したフォームは極端なインステップであり205センチメートルという長身のスリークオーターから 投げ下ろす平均球速約時速 150km、最速時速 157km の速球を武器にして打者に立ち向かう。持ち変化球はスライダーとチェンジアップで1イニングで1つ以上と脱三振率も高い。ティファニー夫人はミコラーより2歳年上の姉さん女房である。外国人選手の家族のリーダー的存在として引っ張ってくれている。 新しいスケットの家族が来たら、日本に早く馴染むようにと、一緒に買い物に行くなど世話を焼いてくれていると、赤ヘルスケットファミリーの女将さんとして、貴重な役割を担っている。さらに、日本人選手やその家族に対しても気を使い、前が健太に第一子が誕生した際には、オーダーメイドの T シャツをプレゼントするなど、日本人選手との架け橋役としても活躍している。 2013年12月にミコライオの残留が決まった際、カープの選手からは来年もスケットの活躍は鍵になるし、ティファニー夫人がいてくれたらありがたいとの声が上がっていたという。広島時代には松田スタジアムの隣にあるコストコで買い物をしている姿がよく目撃されている。また、伸ばした髭がトレードマークになっていたが楽天移籍後に反り落とした。 2014年5月26日に日本テレビ系列で放送された喋りセブンで広島ファンであるレギュラーの徳井ざねやゲストの石原さとみ、山田孝之などの出演者がミコライオの名前を連呼。その影響で放送終了直後の同日23時にミコライオがツイッターのホットワードで1位を記録した。ありがとうございます。